こんにちは。こんにちは。コロナキャットボール金沢店のゆみっちです。はい、コロナキャットボール小牧店の鈴木智也です。今日は鈴木プロ師匠に来ていただいてます。はい、なので今日は、5ショットマッチ違う。めっちゃ噛みそうなの。違った。合ってますよ。ああ、よかった。はい、対戦していこうと思います。はい、俺も合ってますよ。カミカミ。はい。ルールといたしまして、まず一投一投投げていきますよと。で、一応まあプロボーラーのアマチュアさん、まあね、弟子なので、まあ、ハンディキャップ投げます。これは、練習ボール。でレーンが嫁の丸でやっていいです。全然もう。ありがとう。ありがとうございます。この5ショットマッチで負けた回数分の傷をつけます。え、傷？傷です。これ何かというとですね、今ハロウィンのイベントをですね、まあ、大会とかいろいろやってまして、はい、まあ、それの衣装の傷です。もう本当に勝ったんでめっちゃやばい。すいません、それは痛い痛い。放送できません。なので、まあ、ピーですね。まあ、いや、ピーもじゃない、モザイクだ。モザイク、モザイクかけます。で、タトゥーシールを好きなところにつける、顔の。あー、やった。まんまでいい。はい、頑張ります。はい、じゃあやっていきたいと思います。さあ、いってみよう。いってみよう。まあ、負けないけどね。頑張ります。傷だらけだぜ。はい、それではやっていきましょう。はい、はい、え、ゴーゴーゴーじゃんけん。最初はグーじゃんけん、ポイ、イエーイ、勝ち、先。はい、じゃあユミさん先行きます。はい、1回戦目。はい、どうかな。イエーイ、傷一つ。ファイト。ありがとう。
し。おお、ちょっと待って、何対何今。1-4です。終わりました。あれ？はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、結果は鈴木プロが4勝、ゆういちが1勝です。イエーイ。後ほどね、傷をつけたいと思います。はい、楽しみに、楽しみに。もう鈴木プロに傷だらけに乗って前の秋山プロの時の動画でもありましたけど、弓木さん神々です。でもしっかり投げるようになって、なおかつヘッドピンを外してない。毎日今投げてるじゃないですか。それが実ってるなっていうのがあります。はい、楽しいです。最近楽しい。そうですね。皆さんも練習する際にやっぱり一個目標を持って練習することをお勧めします。そうですね、はい、鈴木プロに言われたことを課題に毎日、それができるように練習してます。はい、はい、なので、皆さんも練習するときに目標を必ず一個持ちながら練習してみてください。はい、はい、で、こういったタトゥーシールですね。シールを貼っていきます。はい、では早速やってみましょう。はい。はい、花沢店のマネージャーです。石川県に来ました、石川です。4回分です。はい、はい、とりあえずこれでチャレンジやっていきます。はい、いきましょう。めっちゃ頑張ります。シュールな絵ですね。すいません。はい、で、この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。あと下のアラームボタンも押してみてくださいね。はい、はい、それでは皆さん、またお会いしましょう。バイバイ。さあ、いや、練習投球中に2個ストライク取ったからね。だから鈴木プロ、それプラス全部で3つ。いいよ、優しさで。お疲れ様でした。